こんにちは、ダイスです。今回は一匹堂のグレッグルとそしてドグロックやってみようと思います。今作で初めてどっちも色違いで親分個体ゲットした子たちですね。いや、まさかグレッグルこんなに出会うと思わなかったです。ちなみに普通のサイズのドグロックも色違いの子が今いてくれるって感じです。色味もね結構違うんですよね。で今回に関してはグレッグルが83レベル、そしてドグロックは87レベルまで育ちました。でどっちもメスの個体です。いや、もう座り方がヤンキー座りしてる。可愛いですよね、こうやってよく見るとしっかりね呼吸してるのも2匹とも分かりますね。それではまずはこちらグレッグル戦から行ってみたいと思います。オス、メス、お腹の模様の位置がちょっと違うとかふっくらしてたりするのが多分見てるとね分かると思います。あの白い鉢、腹巻きみたいな位置の部分がこう違うんですよね。で私が持ってるのがメスの子で色違いの子になってます。はい、ちなみにドグロックはっていうと、あれ？ドグロック私メスしか持ってないっぽい。オスメスでこう色違いに自動になってしまう。まあいいか、あの顔の下の袋、赤い袋のところのサイズ感がこう違うんですよね。オスの方が大きくてメスの方がこうへこんでるみたいな印象です。え、オスの子持ってなかったんだ、知らなかったまあいいか、とりあえず一度、ドグロックを戻してやりましょう。あ、この子もメスですもんね。へえ、あれオスって珍しいのかな。なんか印象的にはどっちも同じぐらいの数存在してそうな気がしますけど、違うんでしょうか。ポケモンでいくとあのイーブイがねメス個体が珍しいんでしたっけ。結構あの割合的に少なかったりするポケモンもいるんですけど、グレッグルとかドグロックはそんなことないと思ってたので不思議。スルーしてたんですね、きっと無意識に。オスの個体結構ね倒したりとかしてた気がしたんですが驚きました。はい、ということでグレッグルの相手バスラオ、バスラオが相手でした。でレベルは70ですね。大丈夫かな、今持ってるのこんな感じです。特に使えそうなのはないので毒付けして毒だけ入れときましょう。まあレベル差もあるからなんとなくいけそうな気はしますが、これ痛いと出てくるんですかね。次、わ、捨て身タックルばっかりしてる。反動ダメージあるのに。え、これだったらもうインファイトの力技で押せばいいんじゃないですか。グレッグル倒れちゃうかな。68しか残ってない。いや、かっこいいな今の技の入れ方。こっち向いてくれてましたね。倒せました。よかったのかな。すごい力技で押した感がある。まあいっか、勝てれば何でもいいと思います。はい、ということでグレッグルのページに勝利の証がつきました。よし、では次ドグロックです。ドグロック偉大と来ちゃいますかね。あの感じだと進化して相手も進化個体みたいな感じかな。レベル帯がさっき70だったんだけど、おお、やっぱ来たあれ白ってオス、あ、メスか。白がメスね。痛いとメス。私、ピンクの子よく使ってたから、あれなんですよ。あ、ちなみにですね、こう白個体。鱗とかこう分かるんですよね。チラチラって。こう光の加減ですごくね、鱗が分かりやすくて、個人的にはこうやって痛いと観察するのすごく好きです。はい、じゃあやりましょう。
あの鮭みたいだよね、口元とか。シャドーボールこっち入れてるんだ、偉くない？でレベルタイムは60。え、これならこれできるんじゃない？シャドーボール、なんでこれ入れてたんだろう、偉すぎでしょ私。え、何撃ってくる？いや、まさアクアジェットだよ。ちょっとだけちょっとだけで2回、かっこいいねアクアジェット。そしてシャドーボール2回で倒せると。ごめんね、意外とまな板の上に倒れたみたいになっちゃってた、悲しい。はい、すごいサクッと勝てました、ありがとうございます。これで、ドクロックとグレッグルが終わりました。意外とライドする子はオスですよね。私メス個体取ってない気がするな。あ、いた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 、親分個体。あ、親分個体どっちもいるんですね、ちゃんと見てなかったけど。え、逆にオスは？オス持ってたのに親分個体ゲットできたから。お、逃がしてる逃がしてる感じになってる。これいないですよねピンク。え、ショック、これはショックすぎる。やってしまってますね。メス、あ、オス、ちょっと待って、バスラオがオスだよ。え、この子を進化させればいい？そう、親分個体ね、大きくてすごいかっこいいんですよね。あの、他の地方のバスラオだと青筋とか赤筋っていたと思うんですけど、今回って白筋じゃないですか。これポケモンホームで動かして持っていきたいなと思っていたんですけど、白筋動かせないんですよね確か。ね、バスラオオスの姿、メスの姿。オスはね、どちらかというとキリッとした目と眉毛ひげみたいな感じなんですけど、メスはこうちょっとね困った顔してたりしますよね。でひげの長さも全然違うみたいな感じです。これ、顎ひげがあるオスと、顎ひげがないメス。この覚え方でも色でどっちだっけって悩んだらいいかもしれない。ちょっとショックかも。ピンクいなかったか。いてほしかったんですけどね。できれば、いてくれると嬉しかったんだけどな。ちょっと遠くすぎますね。どうしよう、戻ってきてもらって、ちゃんと並べたいんですけど、あ、これならいっか。で、どっち、グレッグルをこっちにすればいい。よし、来た来た。はい親分個体だとね、大きすぎて画面に入らないですね。なんか私ちょっといじめられてる感あるんですけどまあいいか。今回はグレッグルとドグロック戦、一匹堂で試してみましたが、相手は翡翠地方のバスラオ偉大党でした。バスラオ戦と偉大党戦もまだやってなかったですよね。なので今後になります。もう一応この子たち使おうかなと思うんですけど、どこかで色違いの子をゲットした時にはそっちの子で遊ぼうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!